建築は歴史と社会によって若干異なりますが、個人や特有の集団に敗退した夢が構想を獲得し、その構想が具体的な技術過程を作り上げ、そして実際の建築になってきます。しかし、多くの場合、残っているのは現実の建築だけです。しかし、私たちは現実の建築そのものが問題なのではなく、そこの中から技術過程、それから構想過程、そして最初のきっかけを作った夢、そういうものを復元的に発掘しながらそこにたどり着きたい。で、この努力が、たどり着いた夢が現実的な過程を作り上げながら、新しい時代の建築を作り上げていく原動力になるのだろうと思います。その意味で私は世界の建築史というものは夢の建築史であって、その夢を発掘する。そしてその夢の力を新しい時代に生かしていくということが建築史の役割というふうに考えています。そのような視点をぜひ皆さんと一緒に共有していきたいというふうに思っています。バイヨンの謎についてお話しします。バイヨンの謎、これが私たちがバイヨン寺院を保存修復しようとする最大の目的です。バイヨンの謎について話す前に、アンコール遺跡というのはそもそも謎の遺跡だっていうふうに考えてもいいと思います。東南アジアでは最大の遺跡で、著名なものではありますが、アンコール遺跡について調べていきますと、これは謎ではないかというふうに、思うようになりました。一番大きな謎は、アンコール、クメールは、インドシナ半島の一角にあるように、インドとシナの影響を受けています。特にインドが大きいわけですが、インドの建築、いろんな事態がありますが、インドの東海岸の様々な文明から、育児にもわたってアンコールは影響を受けていると言われていますが、紀元前後にから大きな波が来ておりますけれど、インドの建築をよく見ていきますと、確かにそのアンコールはインドから影響を受けているなというのはよくわかりますが、インド的なものをどう考えるかっていう、ヒンズー文明を受けているわけですが、建築について言いますと、基本的にはインドなんですが、インド建築の特に造形のシステムって言いましょうか。そういうものを見ていきますと、アンコールとはかなり違う。むしろ本質的に違うと考えた方がいいのではないかなというふうに、私は思っています。それはどういうことかと言いますと、インドは混沌の文明と言われるように、複雑なものを持っているわけですが、しかし、造形そのものは結構、はっきりした明快なシステムを持ってまして、ある強さを持っているものだっていうふうに思います。で、それがアンコールでは、紀元前後から様々な形で影響を受けているわけですけれど、アンコールワットに象徴されるような唐の建築の造形を見ていきますと、アンコールワットとか、アンコールの塔っていうのは、確かにこれはインド的なもの、インドの力っていうものが一番中心になっていると思いますが、そういうものからの影響は確かに見えるんですが、インドのその塔は周りから喫立している、確然と独立しているような性格を持ってまして、かなり強いシステムが全体的に一貫しています。ところが、アンコールの、塔の造形を分析していきますと、柔らかいなシステム、柔らかな感じを受けるわけですが、それをよく見ていきますと、見え方とか環境に合わせた、例えば一つのシステム全体を一貫するのではなくて、例えばアンコールワットの中央塔にしましても、周りからは柔らかな感じで、塔の造形っていうのは、先に行くに従ってすぼまっていくっていうのが非常に重要な、これは日本の50の塔でもそうなんですが、低減率を見ますと、一律なシステム、割合で低減していく、すぼまっていくのではなくて、カーブを描いて、これは、その寺院の規模、それからその周りの、平原とか森林とかいろんなものの中にあるわけですけれど、そういうものの中でいかに調和的に見えるかっていうことを意識してるなっていうふうにも思われます。で、こういう性格っていうのはどうして、今、唐について説明したんですが、これはアンコール遺跡全体について、言えることではないかなというふうに思っています。で、それを見てきますと、アンコールは、インドの影響なんですが、ヒンズー的なものを中心にしていますが、しかしそれ以前の、インドシナ半島が、インドから影響を受ける前、あるいは中国から受ける前、メコン川流域に、花開いた、海洋国、農業国、そういうものの中で出てきたもの、それは、まだはっきりわからないところがたくさんありますけれど、インド的なものではなくて、もう少しインドとシナという古代アジアの中心から、やっぱり距離を置いた、そういうものの影響を受けつつも、独立的な、その間に挟まれた地域の性格を持っているのではないかなっていう気がします。それは、あまり大きな文明になっていくのではなくて、その地域の中の共同体の中で、割合に自然と調和した形で、文明が営まれてたと。で、そういうものが、インドから来たものを受け入れながらも、完全にインド化するんじゃなくて、ある意味ではインド文明というのは、非常に高度な文明ですから、それを取り入れながらも、その伝統的なものを、ずっと維持していった。それが、インドを受けつつ違う性格を維持してきた大きな原因ではないかなというふうに思っています。で、こういうものがどうして、クメール、アンコールで、可能だったのかっていうのは、アンコール遺跡、あるいはクメール建築の最大の謎の一つだろうというふうに思います。で、そういう中でですね、バイヨンっていうのは、私はアンコールに行ってから、いろんな、周りを見ましたけれど、やはりこれは大変興味深い。世界建築史の上から見ても、大変、ユニークな、得意な、また、価値ある建築文明ではないかなというふうに思います。それはどういうことかと言いますと、バイヨンの時代、12世紀の後半か13世紀、それから、アンコール全体の中で、これは近代文明ではなくて、前近代の、文明ですけれど、アンコールワットまでは、クメールの建築の歴史の中で、割合に歴史の中で少しずつ発展していって、社会も発展していって、高度な、そして規模の大きい、技術的にも発達したアンコールワットの建築ができるんですが、その後に、バイヨンが作られていくんですが、その時に、ジャイバルマ7世の、偉業として、よく知られているわけですけれど、12世紀の後半から13世紀、インドシナで最大半島を築いたというふうに言われているんですが、これはそれまでから見ると、ある一つの画期的な、出来事がそこの中にあるということに注目する必要があります。で、バイヨンの最大の謎はどういうことかっていうと、そういうクメールのインドから影響を受けながらも独自な、この地域の、インドシナの、もう独自な、建築文化を花開かしてきたっていうふうに思われるの中で、ある意味ではバイヨンだけが、桁外れにその伝統から突出した要素を持っているわけです。で、いくつかのところにありますが、大きな要素としましては、まず、アジアの宗教建築っていうのは、割合に一つの独立した塔をシンボリックな形にして、周りにその異業っていうものを、表明するっていうことが多いんですが、あまりいくつかの建築が群像圏のように並び立って、空間的なものによって、その中心を作ったものっていうのはアジアではあまりないんです。アジアでないだけじゃなくて、世界的にも、近代以前のものとしては、中心になる形が重要な意味を持ってたわけですが、バイヨンの場合、もちろん中央塔っていうのは、シンボリックではありますけれど、なんといってもバイヨンは立体曼荼羅と言われるように、立体的な群像形による、ある全体としての空間が非常に重要な、こういうものを、なぜ13世紀のアジア、東南アジアにおいて作り上げたのかというのは、これは大きな謎だというふうに思います。それから、万葉は、巨大な、観音の顔だって従来言われてたわけですが、私たち、日本チーム、美術史の人たちの研究によって、これはインドから伝わってきた、戦う神々、デバーダ、アシュラっていう、戦う神がいるわけですが、こういう三つの神様、戦う、あるいは護持する、そういう神様を、これはインドから来てるんですが、それを観音像のように、その塔に180ぐらい計画されてたっていうふうに、残ってるのは今173ですが、それらを、たくさんの塔に群立させて、四面塔だけではなくて三面塔、二面塔もあるわけですが、たくさんの巨大な、私たちは尊願って言ってます。ある格式を持った、戦う女神で護持する、何かから守ろうとする、そういう、神様の、顔なんですが、それをたくさん作って、で、こういうふうに、彫刻のように、建築のように、これだけ、こういうモチーフを大々的に、前面に押し立ててきた建築っていうのは、そんなに、美術的に絵画として目を描いたりとか、そういうものはもちろんありますけれど、そういう彫刻が中心のような建築って言いましょうか。そういうものが、やっぱり、初めてではないかなと思います。それから、なんといっても、それは宗教的な、王権や、宗教的なものの力を中心にしたためにそうなったんですが、そういう建築ってのは基本的には王様の、異形とか宗教的なモチーフがレリーフにもっぱら作られるんですが、バイヨンの場合、それが、市民生活と言っていいようなものを大々的にレリーフとして作られています。で、これも実はあまり例を見ない、例なんですね。建築なんですね。で、これはなぜ起こったかと言いますと、非常に伝統的な、地域的な、外から影響を受けてるけど、地域的に発展してきた国が、12世紀、13世紀の、ジャイバルム7世の時代になって、半島を非常に広げていったと。で、このことによって、これまでの伝統社会の範囲を、逸脱って言いましょうか。それ以上に広がっていって、違う世界ってものを、目にすることになったんじゃないかと。バイオにおいて初めて、ある意味じゃ、建築の歴史で言えば近代のように、自分たちの体験した世界だけではないものをどう考えるのか、それに対して自分たちの伝統をどう開いていくのかっていう、そういうことに直面したことによって、伝統から飛翔していく。もっと拡大していく。それまでになかった新しい、形式っていうものを、建築の形式っていうものを生み出したのではないかなというふうに思います。で、こういう例は、東南アジアではもちろん世界建築史の中でも大変珍しいものなので、私はこの特徴、尊願塔、中央塔を、円形の中央塔、それらの取り巻く群像形、それからレリーフ。これを謎を解明しながら、この謎をこそ保存していって、後世の人たちに、万葉の時代にクメールの人たちはこういうものを生み出したんだということを、見てもらいたいなっていうふうに思ってるわけです。以上です。